皆さんこんにちは、こんばんは。ヘッポコゲーマーのガライラガイです。さあ、それでは無双オロチ3続きやっていきたいと思います。今回は第4章アースガルドの進行ですね。ついにオーディンとロキという、もうゼウス、ポセイドンとかのオリュンポスの神々とはもう全く別の世界ですね。ちょっとなんかアベンジャーズみたいな形になってきてますけど今回はこちらの方行きたいと思います。難易度は普通の方でいきたいと思います。メンバーはこちらの3人ですね。信行、観光、義援となってございます。さあ行きましょう。連合軍陣営は神谷たちを救い出し喜びに沸いていた。だが縮小の雰囲気を一変させる急報が入る。アースガルズの神オーディンの配下ロキが攻めてきたという。アテナ、アレス、ゼウス、オーディン、そしてロキ、次々と現れる神に戸惑いながらも連合軍は出撃。ロキに狙われている幼稚の守りを固める。防衛軍には真田幸村の姿もあった。ダッキと手を組むロキを倒せばペルセウスを救えるかもしれない。幸村は静かに闘志を燃やし戦に挑む。ロキたちの勢いは凄まじいな。こちらが防衛体制を整える間もなく包囲を狭められてしまった。敵には英雄たちもついているようだ。一体何の理由があって？ダッキが口走っていたオロチの名も気になります。神々はあの魔王をどうするつもりなのでしょう。気になることは多いですが、今はこの地を守ることに集中しましょう。はい、ペルセウス殿にも会えるといいな。よし、唯一ちょっとロキがまだ分かんないんですけど、ロキだけ出てないですからね。ただ安倍の生命のあの式神ですね、あれに犬みたいなのがいたんで、あれじゃないのかなっていうところですよね。ロッキーは確か狼フェンリルだったかな、なんかそんなのになんか似てたような気がしなくもないですが、まあ行きましょう。ロッキーの撃破と雪村銀平と劉備の敗走だな。劉備銀平、あ、ずっと後ろにいるんだな。じゃあ問題はないでしょう。しっかり守っていけばいいんで。あと問題はこの土地ですよね。ぐるっと回っていくべきなのか、右か左かどっちかから行くというとこですね。さあ行きましょう。完全に包囲されたか。だがこの地を奪われるわけにはいかない。はい、絶対に渡しません。力を合わせて押し返しましょう。敵は大軍、総大将を撃つしか道はない。一体何者なのだ。腕輪に力を引き出せる雪村殿と銀兵、彼ら二人を失うわけにはいかん。ええ、そして総大将である劉備殿も私たちにとって欠かせぬ存在です。心得ました。御前、意と愛の力でお三方を守り抜いてみせます。いざ九殿、行け。出てきた奴らを蹴散らしてみせる。わずかな金で言うことを聞く。賊とは便利なものだ。敵が多い上に賊の相手まで、愛の力を試されているようですね。ちょっと信行厳しいかも。はあの地を拠り所としている。その望みを断ち切ってやれば喜ぶ。敵将撃ち取ったり。すでに忍びを潜入させてある。あとは討ち寄り撹乱する。内部に敵の手の者がいる。いかん、直ちに排除するのだ。お前の悪どい手を使う。おかげで攻めやすくなる。兵の策は相当なものだ。自軍の消耗なくして敵を削ったのだからな。軍師たちがしのぎを削っております。いや、さん、ここか。
この陳光大の出番にはまだ早い様子。よくどの時が満ちるまでしばし、しばしご辛抱。よくどの俺は誰の指図も受けん。倒したいように倒し、叩き潰す。さすがは兄上、鮮やかな身のこなし。いい筋肉をお持ちなんですね。いや、そんなどうでもいいし。助けに行けよ。なんて激しい攻撃。もっと力があれば押し返せるのに。銀兵殿、反撃の機は必ず訪れる。そう信じて、今は耐えましょう。俺の道を塞ぐな。門を開けろ。マイ、なんと、ヨク殿のおかげで綿密な計画が台無しに。しかしこの陳光台、転んでもただでは起きませんぞ。ヨク殿が抜けてきた道、あそこから進軍できるかもしれない。もしやと思ったが、ペルセウス殿の姿はないな。ご無事であればいいな。無事に決まってます。ペルセウス殿がいつ帰ってきてもいいように敵を追い払いましょう。銀兵殿、あなたの言う通り。リョウ、命に代えてもこの地を守り抜いてみせん。俺の前に立つ。どこだリョウ。あれ、あいつどこ行った。俺に策などいらん。最強の武で打ちのめしてやる。なんという闘志。いや、まずか。ここに示さん。私だって抜けません。どこの地のみんなを守らなきゃ。よっしゃ。骨はあるようだな。少しは楽しめたぞ。いやいや、もう今回最悪だなこれ。敵の勢いも弱まったみたい。ギペイ殿、今こそ好機です。いざ、ヨフ殿の来た道をたどり、敵陣へ切り込まん。全然ダメージ入んね。お出ましかね。ここは私が相手にし。これほどの敵が一瞬で。やらなかったか。敵、普通の人じゃないよ。狐を乗せた人を倒せば消えるかも。頼むぞ雪村殿、銀兵。それまでこの地は必ず守り抜こう。やらせないわ。どこにいんだ。いたいたいた。道を切り開いてくれるでしょう。雪村たちであれば問題ありますまい。よし、我らは守備に専念しましょう。はい。あなたが。いや違う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 、観光ダメだってそれは。容赦はいらないな。ここで回復回復。よっしゃ。いやだから違うって。あやは見ています。あなたの厳しき分、愛がこもっていること。意外と弱いんだよな。いや全然減らない。私の術をこうもたやすく破るとはね。ここはひとまず引いておこう。門が開いた。敵総大将を狙うは今。はい。どんな筋肉の人が出てきても力いっぱい頑張ります。このチャージ攻撃を、チャージ攻撃の点撃つけてんのにな。点撃つけてんのに全然効かない。ペルセウス殿、君たちにはそう名乗っていた。ペルセウスはもうどこにもいない。私の名はロキ。
君たちが力を借りているのはテュールとフレイヤ、私の仲間だ。え、そんな。おかげで我が主オーディンを招くことができた。私たちを利用していたんですか。役に立ってくれて心から感謝しているよ。ペルセウス殿は敵だったの。はあ、まさかや。私たちずっと心配していたのに。ああ、君たちの元から疑われずに去るためダッキと一芝居打った。そちらにいた目的は腕輪を探させ使わせる。全ての腕輪を見つけた時点で用は済んだから。用はただの挨拶だ。この辺にしておこう。次には容赦はしない。気を確かに。今は敵に囲まれている。この基地を抜ければ。総大将を撃つ策もならぬ。しかし敵の包囲は一層強まってしまう。さすがはアミュー、鮮やかな身のこなし。残念ながらあなた方はすでに我が術中。新皇大の名を知らしめるため撃たれてもらいますぞ。好きにはさせん。皇上アニー、貴様らの相手鬼神の娘が務めよう。よし、あなたを倒し皆でこの地を脱してみせる。もはやこの地を捨て逃げるしか。その態度すら我々には残されていない。うろたえもよ。門前の敵を撃てば結露は開けましょう。門は開いたようです。先を急ぎましょう。逃げろ。火種は完全に揉み消さねば。なんかこれ今回オロチがすげえ仲間になっていいやつじゃねえのこれ。あなたの厳しき分も愛がこもっていることを。よう乱した。日の元一、オーディンやゼウスを許さないっていう、そういう流れだねなこれ。あれ大変、敵がたくさん。わかる。忍びと賊が一斉に率いている者を倒せば皆散るかもしれません。剣に立てつき世を乱す火種、消そう。やらせないわ。勝ちにこだわる必要はない。よし、ナイスだね。忍びも賊も戦意を失ったようだ。うん、あ、門が開いた。これで残っていたみんなも撤退できますね。なんか後ろから来てるやつがちょっと気に入らんな。雪村殿に続きこの地を脱するぞ。何匹かあと出てきそうな気がするんだけどな。よし、まあとりあえずじゃあ行きましょうか。ああなるほど、ついてきちゃうのね。自分が行かなきゃダメじゃん。ああ、ちょっと待って、こっちか。合ってたんじゃん。何やってんの。ようやく来たか。その正式を待たせるなんていい度胸だな。福兵か、真田の槍で貫くまで。私だってもう福兵くらいで驚きません。にゃほう。肉をお持ちなんですね。ずっと見ていたいくらいです。この私こそ制裁の誉れ高き正式だ。その記憶に刻みつけておく。ちょっとここはこの状態でいこう。ナイス、オッケー。さあこれで手に入るんで、そしてこれでいこう。
私の経歴に傷をつけた。次は許さん。どうにか突破できたら。はい、サムソーが持つか。ちょっと体が痛いですけど。いかが窮地に揺らがぬ心、見事ですよ。そうか、攻撃範囲をつけとけばよかったな。モブ雪はもうちょっと強化の違いがあるな。さあ何が出てくる最後に。総飛あたりか、あ違うんか、ダキかい。ナイスカモン。一体何を企んでいる。オロチはこの世界にいるのか。教えてあげない。でもきっともうすぐ合わせてあげられるわ。人使いの荒いことだ。呼ばれた以上相手はする。マジか。ここで強敵と。またあの人、変な術を使われたらどうしよう。雪村殿、頼む、皆のために力を振り絞ってくれ。退路は確保できました。急ぎましょう。あと少しです。みんなで頑張りましょう。了解。ここまでやってくれるとは。心にくいやつめ、お前の気概に私も応えよう。さあ逃げよう。どうにか脱することができたか。オッケー、逃げれましたね。血は敵の手に渡ってしまったが、私たちの居場所は他にもあります。仲間のみんなが無事ならそれで。仲間か、ペルセウスと。そういうことか、ペルセウスが元々のクセ者だったってことだな。幼稚は奪われたが皆が無事でよかった。しかし信じられません。ペルセウス殿、いえ、ロキ殿が私たちを騙して、しかもアースガルツの腕輪を使わせていたなんて。私たちはオーディン降臨という目的を果たすための駒だったのですね。ええ、彼は腕輪を世にばらまいて奪い合わせ、ゼウスに対する危機感を煽り戦いを激化させた。戦いの中で強い決意を持たねば腕輪は反応しませんからね。一体どこまでが本当でどこまでが嘘だったのだ。それはわからない。だがオリュンポスとアースガルズ双方が敵である状況に変わりはないだろう。情報の真偽はともかく、アレスもロキも私たちと話し合う気などない。服従しなければ消される、それだけだ。確かにその通りですね。今は双方への守りを固めつつ、ゼウス降臨を目指して戦い続けるしかありません。ペルセウス殿、いえ、ロキ殿、またすぐに戦わねばならないのでしょうか。あー、なるほどね。成功したか。いや、意外と面白いかもしれないね。今回のストーリー的にはちょっとどうなのかって思ってましたけど。よし、これはいらないな。これもいらない。義援の武器だ。よし、これが観光の武器か。やっとこれが手に入ったな、信行の武器が。残りは全部取っておきましょうかね。こんなところかな。はい、アレス軍の石田三成という将が連合軍の領地に迫っているようだ。神々や秀吉の姿は見当たりません。敵は少数のようです。妙ですね。左近殿は三成殿が楽しそうではないと言った。
戦いが本意でないなら、主である秀吉との、そして神の目がないのに動くはずはない。ならば一体なぜ。うちの殿に何か考えがあるのは間違いない。古の天才軍師にこんなことを言うのもなんですが、諸葛亮さん、今回は一つ俺を信じて指揮を預けちゃくれませんかね。そうですね、わかりました。あなたの軍略期待していますよ。戦場を混沌で染め上げて。よし、そしたら次は地匠の真意というところですね。誰だ、ちなみに。くはっ、関東家康勝家か。まあ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 おじさんズラブだなこれさあ、そしたら次回は、地匠の真意、こちらの方行きたいと思いますんで、よかったら次もまた見てやってください。はい、というわけで今回はこんなところです。それではバイバーイ。